続く第2弾はリアルバート画廊伝説、リアルバート画廊伝説スペシャル、リアルバート画廊伝説2の3作品を収録した格闘ゲームファン必見の一本、画廊伝説バトルアーカイブス2。体力が残っていても油断できないリングアウトシステムや前作のコンビネーションアーツを進化させたコンビネーションアタックなど、さらなる進化を遂げたゲーム性、アーケードからの完全移植に加え要望の高いプラクティスやスキルリストを新搭載、マルチマッチング BB 対応、画廊伝説バトルアーカイブス2。2007年、伝説再び。